ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。いやー、発売日からね、いろんなコンビニ探したんですけど、なかなか売ってなくて、ようやくゲットして買いました。それがこちら、ペヨング。はい、こちらペヤングソース焼きそばではなく、ペヨングです。ちなみにこっちがペヤング、こっちがペヨング。いや、僕最初検索したらもうペヨンジュンしか出てこないんですよ。ペヨンジュンじゃなくてペヤング、ペヨング。で、まずね、買って分かったのが、ペヨングのがね、安い、結構安い。僕コンビニで買ったんですけど、ペヤングは172円、ペヨングは128円、50円近く違うと。で、あとはね、最初これ見て、なんかこれペヤングの偽物なんじゃないのって、まあちょっと思ったんですけど、そうではないんですよ。同じ会社が販売してます、同じ会社が販売してます、マルカ食品株式会社。だから偽物じゃなくて兄弟みたいなやつですね。それでは早速両方ね、比較しながら食べていきたいと思います。さあ、それでは開けていきましょうかね。パッケージ取ると、あれ？なんかほとんど一緒だよこれ。どっちだっけってなりそう。こっちこっち、こっちがペヤング。よいしょ。中身見てみると、こっちがペヨング、こっちがペヤングなんですけど、袋とかはこう違うものの、ほぼ一緒だよこれ。え？今お湯を温めてる時に気づいたんですけど、これペヨングの方の火薬の袋にペヤング火薬って書いてある。なんで？どういうこと？ペヨングじゃないんかい。あ、ここもだ。ここにもペヤングスパイスって書いてあるじゃん。むしろこれ一緒じゃないのこれ。これ一緒っぽくないか、これ。ってことは、まあソースと火薬がなんか違うのかな。じゃあ火薬入れていこうと思います。まずはペヨング、ほいほいほい、からのペヤング、ほいほいほい。んん、お、ちょっと待てよ。むむ、こっちペヨング、肉入ってないねこれ。なるほど、だから安いのかこれ。やっと違いが分かったなこれ。はい、それではお湯入れてきます。はい、まずはペヨング、はい、ペヤング、はい、3分待ちます。はい、3分経ったのでお湯捨てていきます。まずはペヤングからいこう。ペヤペヤーペヤーからのペヨング、40、40、よいしょ。ペヤングペヨングペヤングペヨング、麺は同じ感じに見える。でね、さっきちょっとパッケージ見たら、ペヤングの方がちょっと量が多いですね。ほんの少しなんですけど。はい、ソース入れてきます。これペヨングね、からのペヤング、うえい、ソースは違うんだろうか。はい、ラストスパイス、オッケー。さ、両方しっかり混ぜて完成だ。はい、完成。見た目ほぼ一緒。さ、食べていきましょう。あれ、どっちがペヤングだっけ。あ、こっちか、こっちだね。肉が入ってる方だから。まずペヤングいただきます。うん、うまっ。こんなうまかったっけペヤングって。久々に食べたけど美味しいな。うん、さあ、そしてペヨング、いただきます。うん、うん、あのね、口に入れた瞬間にね、なんか違う。そっくりっちゃそっくりだけど違う。多分ソースが違うこれ。ちょっと待ってね、もう一回ペヨング。うん、うん、はい、ペヤング。自信を持って言えるのはね、ソースが違う。で、ペヤングの方が、なんかこう、ソースが濃いっていうか、味が濃いというかね、まあ、はっきり言って美味しいです。そう。それに対してペヨングは、似てるんだけど、あっさりしてる感じですね。ペヤングの方が、ソースがこう、なんつうんだろう、美味しいんです。味も濃いし。あとなんか、ペヤングのソースの方が油が多かったんじゃないかな。なんかね、マイルドというか、美味しいんだよね。今少し時間経ってきたんですけど、ペヤングの方はね、なんかこう乾いてきた感というか、なんかパサパサした感じになってきたんですけど、なんかペヨングはね、ずっとなんかこうしっとりしてんだよね。多分ソースが違うからだろうね。
これは目をつぶって食べてもね、すぐペヤングはわかるね。で、まとめるとやっぱりペヤングがね、断然僕は好きでした。ただ、本当に何も考えないで食べてたらかなり似てます。で、まあ50円近く安いので、スーパーとかで買ったらもっと安いのかな、もしかしたら。そう考えると、こう、ペヨングは一人暮らしの強い味方的な感じですかね。まあでも50円の差って言われたらね、人によるかなって感じですね。まあ僕はやっぱペヤング買っちゃうかな。うん。まあただ、かなり似てたのでびっくりしました。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、バイ。君の